こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。今日も海外のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、今動画撮ってるのが夜の10時ぐらいなんですが、ちょうど今ねプエルトリコプロが行われております。もうすでにボディビル212は予選が終わって、今ちょうどクラシックとメンズフィジーク、これやってるんですけど、オープンボディビルは日本時間で言うと多分日付変わった1時とかそんぐらいだと思います。だからお昼ぐらいにはプエルトリコプロ全部終わってるかなと思うので、月曜日はプエルトリコの話しようと思うんですが、そんなプロ大会の前の日ですね、多分前の日だと思うんだけど、 NPC ワールドワイドワールドカリビアンチャンピオンシップスっていうね IFBB プロクオリファイが行われておりまして、ここにですねあのメンズフィジーク選手黒崎さんが登場しておりました。なんか韓国のプロクオリファイ出るみたいな話を前ストーリーでしてたんですけど、バハマでしたね。てかこの大会って金金さんがプロになったやつと一緒なのかなって思ったんですけど、どうでしょうか。バハマだしカリビアンだし、優勝したら券もらえるし一緒かなって思ったんですけど、まあ、今回ですね黒崎さん結果から言うとプロにはなれずと、オーバーオールには進んだんですが、オーバーオールで負けてしまったということで、まあ、次回に期待かなと思うんですけど、今年の2月に黒崎さん大会に出られてて、その時はクラス最下位だったんですよね、日本の大会で。で今日本ってすごくこうナショナルプロクオリファイだから、海外のヤバいやつらってそんなに集まってなくて、まあ、日本のヤバい人とか、まあ、普通のまだ無名の選手とかがいっぱい出ている状態で、黒崎さんより正直筋肉力がない選手もいたし、絞りが甘かった選手もいたけど、まあ、最下位だったっていうのがあって、まあ、バランスの問題なのかポージングなのか審査員の気分とか好みなのか分かりませんが、まあ、最下位だったってことでちょっと物議を醸した大会でもありましたよね。まあ、そういう理由もあってか海外に出て今回大会に出たと。で、まあ、今回プロになった選手見ててもサイズ的にも絞り的にもバランス的にも黒崎さんがプロになるっていうところ自体にはもう相当遠くない未来になるのかなって、いかれるのかなって思いました。まあプロになってからがね本当の勝負なんで、まあそこから先が大変だと思うんですけど、 IFBB プロになるかならないかって言ったら、まあ、全然なるな、もう速攻だろうなっていうような感じでしたね。まあやっぱジャッジによって違うのかなって思ったのが、その黒崎さんのこれまあ画質の問題もあると思うんですけど、 FWGA の大会に出た時と今回の大会に出た時、体のコンディション的にはそんなに変わんないと思うんですよ。まあ今回の大会の方がなんか質感がいいのかなって画像判断だと思ったりとか、まあ、肩と腕のバランスとか全身のバランスっていうのが前回よりはなんかこう整って見えてる。まあそれはアングルの問題かもしれないから何とも言えないんですけど、まあそういう意味では前回の大会よりは良かったのかなって思うんですが、そこまで劇的に違うかっていうとそうでもない。ただまあでもこれって正直 IFBB プロの大会でもあって、12位とかだった選手が2週間後に準優勝するとか優勝しちゃうとかって普通にあるんですよね。でコンディション見るとちょっと良くはなってるけど、劇的にそこまで変わってるかっていうとそうではない。で出てる選手がじゃあ12位の大会めちゃくちゃすごかったかっていうとそんなことはなくて、2週間後の大会にも出てる人で12位より上の人がいるけど、今回その12位だった人は優勝しちゃってるとか、まあなんかよくわかんないんですよ。審査員によって結構変わるんですよね、順位とか。まあオーバーオールで負けた理由としてはどうだろう、バックポーズの時の優勝した人のね、この右隣の人なんだけど、まあ逆三角形だったりとか背中の立体感っていうのは、まあ、この人の方がいいのかなっていうところだったり、あとはフロントポーズの時にやっぱり黒崎さんは肩幅からのウエストのラインっていうところで逆三角形感っていうのが見劣りしちゃってるのかなとか、あと腹筋がそんなに強いタイプの選手ではないと思うんで腹筋だったりとか、まあ、その辺でちょっとこう勝負が分かれちゃったのかなと思います。ただその肩の丸みだったり腕の太さだったり胸のボリューム、まあ、この中ではまあ一番ある方ではあるのかなとは思ったので、本当タイミングとか出る選手とか、まあ、その時の審査員の好みとかで、まあ、今回は負けちゃったのかなって思うんですけど、ただ本当今年今あと何大会が出るのであれば今年プロになっちゃう可能性は十分あるのかな。で、まあ、海外でプロになったらね、それはそれでかっけえなって思うんですけど、皆さん今回のね黒崎さんの挑戦についてどう思いますか。黒崎さん次回どこに出るのか分かりませんが、個人的にはまた応援したいなと思います。ということで少しでも面白かったためになったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録ボタンのクリックをぜひよろしくお願いいたします。インスタグラムもやっているので概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。では今日はこの辺で終わります。バイチャン。